スニール・ダットは、インドの政治家、俳優、映画監督、映画プロデューサー。本名は、バルラージ・ダット。マンモハン新政権で、青年問題、スポーツ大臣を務めた。息子のサンジャイ・ダットは俳優、娘のプリヤ・ダットは、会議員を務めた。1968年に、インド政府から、パドマシュリー勲章を授与された。 1984年にインド国民会議に入党して政治活動を始め、ムンバイ北西部選挙区から会議員を通算後期務めた。1929年にパンジャーブ管区、ナッカクルドのパンジャーブ人家庭に生まれ、5歳の時にディーンを務めていた父、ラグナートダットと死別した。十八歳の時にインドパキスタン分離独立が行われ、ダット家は ヒンディ教と、ムスリムの対立に巻き込まれるが、父の友人だったムスリムの役部によって救い出され、ダット家は、インドパンジャーブ州ヤムラーナガルのヤムラーカハンにある、小村マンダウリに移住した。その後、スニールは母、クルワンティデビダットと共にラクナウに移住し、学校を卒業後は、アーミナバードガリで過ごした。スニールは、ボンベイのジャイハインドカレッジに進学し、卒業後は、 ボンベイ市内の交通部門に就職した。俳優時代のスニール・ダット・スニールのキャリアはラジオから始まり、彼は南アジアで最も古いラジオ局ラジオセイロンのヒンディー語アナウンサーとして働き、人気を集めた。1955年にレールウェイプラットフォームに出演して俳優デビューした。1957年に出演したマザー・インディアではナルギスと共演し、彼は 同作の成功によって、スター俳優となった。同作の撮影中にセットで火災が発生し、その際に、ナルギスを救ったことで交際が始まったという逸話がある。翌1958年に、スニールは、ナルギスと結婚し、一男二女を設けた。ナムラタは、母とマザーインディアで共演したラジェンドラ・クマールの息子、クマール・ゴーラブと結婚している。 スニールは1950年代から1960年代にかけてボリウッドのスター俳優として活動し、ソットナ、スジャタ、ムージェ、ジーネ、ドゥー、コンドン、パドザンなどのヒット作に出演した。また、バルデー・ブラージ・チョープラーとコンビを組んだ、グー・ムラ、ベット、ハムラスは、工業的な成功を収めた。1964年には、ヤーデーンで監督を務め、 1968年には、漫画ミートでプロデューサーを務め、同作には、兄弟のソウムダットが出演している。1971年に、レシュマワーシェリで監督、プロデューサー、主演を務め、工業的な成功を収めた。1970年代には、ヘーラ、プロン、ジェイパーバション NAJ、ナギン、ジャーニ・デュショマン、ムコップラ、シャンなどのボリウッド映画、マン・ジティ・オジェット、 デューク・ボンジャン・テラ・ノム、サット・スリア・コルなどのパンジャーブ語映画に出演している。1980年代には、ダード・カリクア、バドル・キヨム、ジ・ティラック、マンガル・ダダ、ワタン・ケラ・キレイなどのヒット作に出演、または、監督を務めた。医学生、ムンナ・バーイ・プレミア上映に出席するスニールと、プリアー1981年に、ロッキーを監督して、息子、 サンジャイを俳優デビューさせたが、公開直前に妻ナルギスを水臓癌で失っている。スニールは、癌患者の治療のために、妻の名前を冠したナルギスダット財団を設立しており、同時に顔面機形の子供を治療するためのインディアスマイルのスポンサーも務めている。1982年には、ムンバイ市政府から名誉職であるムンバイ保安官に任命され、 一年の任期を務めた。1990年代には、ヤシュラージ・チョープラーのパランパラ、JP だったのカシュトリアに出演したのを最後に映画業界から引退し、政治活動に専念するようになった。しかし、1993年ボンベイ、連続爆弾テロ事件に関連して、息子サンジャイが AK-56 の不法所持及びテロ容疑で逮捕され、 息子の釈放に奔走したことでスニールの政治キャリアは停滞した。1995年に俳優活動40年を記念してフィルムフェア賞特別功労賞を受賞した。2003年に作となる、医学生、ムンナ・バーイーで息子サンジャイと共演した。ロッキー、カシュトリアでも共演しているが、両作では出演シーンが別々だったため、同じシーンに出演するのは医学生、 ムンナ・バーイーが初めてとなった。2005年5月25日、スニールはムンバイ・バンドラの自宅で死去した。死去した時点で、彼はインド政府青年問題、スポーツ大臣、会員議員を務めていた。マハーラーシュトラ州から最高の栄誉を持って葬儀が取り行われ、サンタクルス仮装場で仮装された。死後に実施された、会員補欠選挙では娘プリアーが当選し、 彼女は2014年5月まで議員を務めた国際クリケット評議会議長イフサンマニーと会談するスニールダット。ありがとうございます。